私が初めて中野駅に降りた時の忘れられない風景があります。一面に咲き誇るサルビア、今はもうなくなってしまったサンプラザの玄関前の植栽でした。真っ赤に一面に咲き誇るサルビアの風景は今でもたまに思い出します。聞いてください、サルビア。音楽の力でおせっかいを、鈴木智子でした。